皆さんどうも T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回から新しいヒストリーマップですかね、神々のザスクにこちらの方やっていこうかなと思います。へえ、この先が出雲公国ですか。なんだか神々しい雰囲気ですね。お城に案内されましたけど、ここで待っていればよいのでしょうか。なんだか緊張してきました。すごく綺麗な方が来ましたよ。あの方が王女様でしょうか。あの方に龍馬兄様と匠兄様のことをお伺いしてみましょう。はじめまして。あなたたちが白夜王国のお姫様かしら。それなら二人ともこの槍で好きなようにさせてもらうわ。さて、敵増援が出現ということですね。カムイ姉様、周りを兵に囲まれています。何ですって、どういうことです。シーダ王女。シーダ、私はシーダなどではありませんよ、カムイ王女。愚かな貴様らはここで永遠の眠りにつくのだ。さあ行きましょうかね。さて、そうですね、まあ、難易度的にはうん、見た感じもすでに今出てる時点で結構、まあ、50とかですかね、60、まあ、40ですかね、結構出てきてますね。まあ、ただまあ一番最初はこっちかな、制限時間内に敵を倒せ、難易度レベル10、こちらの方やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。まあ、勝利条件は時間内に500体撃破っていうことですね。さて、まあそうですね、まあ、こっちはまあおぼろ、まあまあヒストリーマップになるのかな。なのでまあまずはおぼろで行きましょうかね。まあ、制限時間内、まあ、20分でまあ500体撃破って書いてありますけど、多分 S ランクは多分7分とかぐらいだと思うんでね、ちょっとまあ、まあ、いけるようにやっていこうかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。ミッション開始。さあ行きますかね。さてどっちから行こうかな。アーチャーあっちかな。あ、結構でもアーチャー2体ぐらいいるんでね。であと戦士、そうですね、 S ランクは7分ですね。向こうの下側のどうやらアーチャーみたいですね。さてもうどんどん倒していきましょうかね。今こっちのアーチャーかな。ちょっとなんか厄介なことをしそうなんで先に倒しておきますか。まあ難易度的にはね、あの最初の方はやっぱりまあ10とかですかね、まあ、そこまで高くはないんですけど、やっぱりもう最後の方になってくるともうどんどん、まあ、60とかですかね、まあ70とかももしかしたらまあ出てくるかもしれないですけど、結構それがあの、まあ、難しくなってくるんですよね。ちょっと増援も出てきましたね。さて上の方に出てきたのは多分こっち異形のものとほぼほぼまあアーチャーですかねとかばっかりが多いのかもしれないですね。さてあとは戦士ですかね。戦士なんで斧かな。そうですね、斧系ですね。さあさあどんどん倒していきますかね。まあもう今の時点でまあ500のもう半分はもう超えてるんで、まあ、まあ7分までには多分いけるでしょう。あとはもうどれだけまあ敵が出てきてくれるかですね。であとはもうまとまってるところにまあできるだけまあ攻撃を仕掛けていくっていうことですかね。そうすればねだいぶまああの撃破数を稼ぐことができるんでね。さてもうこれといってミッションもなさそうな感じあるな。あでももうあともうじきに
あともう50体ぐらいかな。でもクリアしてしまいそうですけど、まあ、その前にちょっとミッションだけ終わらせておきますかね。多分そうですね、もうこれだけっぽいですね。じゃあもう終わらせますかね。みんなを守ってみせる。ミッション成功です。多分これでもう終わりかなと。ミッション成功です。オッケー、これで終了ですね。まあ最初なんでね、結構まあこれぐらい、まあ、すんなりいくんですけどね。まあ最初だけですけど。さて、そうですね、戦績の方も S ですね。まあ、結構もう早く、まあ、2分ぐらいでクリアできましたね。で、まあ、S ランク報酬で鉄の斧、まあ、これにはどんな特性っていうんですかね、がついてるかですね。星君を差し置いて一番だなんて。あ、飛ばしてしまった。いいのかしら。あ、さて、味方の増援ですね、援軍ですね、出現。無事でよかったわ。カムイ、サクラ、ありがとうございます、皆さん。まさか私の正体に気づいて。なぜだ、なぜわかった。お前のような完璧すぎる王女がいるはずがない。やりすぎたか。おのれ者ども、こいつらを始末しろ。さて、敵増援も出現ですね。味方の援軍も出現と。さっきからどこもかしこも敵だらけで行っちまいそうだな。あんたが連れてきたんでしょ。そのせいで匠様を見失ったわ。そうでなければ今頃私と匠様は二人きりで。何をニヤついてるんだよ。さっさとこいつらを昇天させてやろうぜ。さて、まあ、おぼろがそうですね、ちょうど出てきましたね。まあおぼろとゼロの組み合わせってなかなかなんか異色の組み合わせっぽいような感じもしますけどね。でまあそうですね、味方これかな。おぼろのなんか薙刀が手に入るみたいですね。さてそうですね、まあ次回ってなるとこっちかな。うん、そうですね、多分ゴールドラッシュ難易度レベル16ですかね。でもまあその前に今回ちょっと手に入った、まあ、斧ですかね、まあ、あれが何なのかちょっとミネルヴァあたりでちょっと見てみましょうかね。多分鉄の斧、まあ、これあ、ただ単に2500というだけですね。あ、何かなんか、まあ、前回の時には結構なんか特性ですかね、こういうふうな魔導書殺しだとか、まあ、そういうふうないろんなまあ特性がついてたんですけど、まあ、今回まだ鉄の斧なんでまだそんなのがあるのかなって思ったんですけど、ただ単に、まあ、2500っていうだけですね。そうかそうか、それならば、まあ、多分まあこういうふうな鉄の剣とかも同じでしょうね。ただこういうふうな槍殺しの槍とかはまあちょっとしたまた、まあ、変わった特性がついているっていうような感じですね。まあ、こっちの方がそうですね、もうこういうふうな爪殺しとか魔導書殺しの弓とかですか、それ系の、うん、まあそういうふうなそれ系のまあ特性がついたものが多いですね。でこっちは火の香とおぼろとの合流。なんかまあ、多分両方クリアして、まあ、こっちが行けるっていうような感じですかね。じゃあそうですね、まあまあ次回はまあこちらですね。多分16、うん、そうですね、まあ、結構バラバラなんでね、難易度が、まあ、しっかりちょっと確認して、まあ難易度の低いところからですかね、まあ、順々にやっていこうかなと。
まあ、あのどうしてもあの途中、まあ、高いところですかね、クリアしないと、まあ、通れないっていうようなところも、まあ、あるのでね、まあ、そういうふうなところはもう仕方ないですけど、まあ、それ以外は、まあ、順番にやっていけるようにしようかなと思います。なので、まあ、次回はこちらですね、ゴールドラッシュ難易度レベル16、こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。